谷口選手が登場しますので拍手でお迎えください。茨城ロボット谷口大輔さん、あなたをナンバーワンの茨城県大和田市トップ新日館長に任命いたします。お願いします。この水槽はですね、水族館の皆さんとですね、お話をして、ロボッツのロボッツカラーに染めたですね、あの水槽をですね、今回皆さんにお見せできると思うので、ぜひですね、皆さんお楽しみにください。お願いいたします。はい、行きまーす。3、2、1。こちらの水槽に最後の1種類さざ波ヤッコを谷口館長に追加していただきましょう。はい。皆様拍手をお願いいたします。こういうの初めてだったので、今日すごく楽しみで、こういうのいいなって思いました。またやってくれると嬉しいです。これでもっとみんなにロボットを知ってもらえるともっと嬉しいと思います。そしてまたみんなと観客がいっぱいになると嬉しいです。イクマノミとスズメダイが一緒に混ざっててロボットのカラーになっててすごかった。何を入れるか、色味だったりとか、どういう風な背景にするのかっていうのも含めて、かなりこだわってですね、やっていただいた。アクアリウムの、良さっていうのは当然癒しでもあるんですけど、やっぱここに来てですね、子どもたちが、特に小さい子たちがですね、ワクワクドキドキして今日楽しかったねって言って帰ってもらえるようなイベントになればいいなっていうふうに思います。